社民党のち毛は止まらず、伊勢名夏子で、先日社民党の伊勢名さんが引き起こした問題に関連し、社民党の江戸川総支部が、やり方が間違っていたことは多くの方々の反応からして否定できない。党役員として政治活動のやり方を考えなすように、社民党本部に進言してみますと、 表明したところ、社民党本部が圧力をかけ、この発言を削除させたことが確認されてしまいました。先日は沼津市の社民党関係者に対して圧力がかけられており、こういった伊沢さんに関連した社民党の内下馬が続いてしまっておりますが、この イザナさんについては、イザナさんの不都合な真実が続々と暴露されており、そもそもイザナさんが騒いだ無人駅はすでにバリアフリー化が決定されていたり、またイザナさんがヘルパーを虚偽申請したとの指摘もあり、現在も批判が殺到し続けております。まあ、こういった活動家は、 炎上法でたびたび騒ぎを起こしておりますが、本日までのこのような社民党の動き、議論すらさせないというのは完全に民主主義の否定であり、このような政党は日本には必要ありませんので、皆様、今後行われるすべての選挙において、社民党には 社民党の候補者には絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。